こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。普段より練習時間が取れそうだとか、普段よりちょっとフルートを練習する時間がありそうって言った時にですね、皆さんにぜひやってほしいエクササイズを今日はご紹介したいと思います。まとまった時間ができた時にね、やってほしいエクササイズ、おすすめのエクササイズ、それは何かというとですね、スケールです。もう今も昔もスケール練習、私もう感謝してます。スケールやっといてよかった、スケールやっぱり大事だ、スケールやらないとやっぱりダメなんだって思うことがもう毎年、もう毎年じゃないな、もう本当に本番のために思います。本番だけじゃないけど、やっぱりこれがバックトゥーベーシックか、もう基礎なんですよね。スケールって言っても一言で言ってもいろいろなスケールがあるんですけど、今日はもう長調と短調のスケールでいいと思います。長調と短調のスケールを愚直にやってみてください。普段は楽曲とかね、エチュードの書かれている調整キーのスケール、アルペジオしかやってないよという人もね、まとまった時間ができた時には、12キーあるいは24キーやってみてください。で、そんなたくさんできないわっていう方でも、まあ、時間がまとまった時間あると思いますので、分けてやってみるとかですね、一回そういう経験をされてみてください。いや、私にはできっこないと思わずにやってみてください。やらないからできないし、やったことがないからできる自分をイメージできないんですけれども、やってみてください。で、これにはテキストいりません。まあ、私もテキスト販売してますけれども、世界一簡単なスケール練習とかってね、でもいらないと思う。頭でスケールを思って、はい、デスドゥアフラットいくつ、はい、アスドゥアフラットいくつ、ハードゥアフラットいくつ、ベーモールフラットいくつってパッと出るように。で、それが出ないという方は書いて、で吹いて、その書いたものを見ていいので吹いて、でそれを繰り返しているうちにもう書かなくても分かるようになると思います。みんなそういうのをやらないからできない、いやそんな無理って、最初から無理って思っちゃうんだけど、やってみてください、うん、やってみて、まあできなかったらいい、もうそれは仕方がないんだけれども、とにかくやってみるやってみないことにはできるかできないか分かんないからね。とにかくスケールをやってみてください。たった7音です。はい、ドレミファソラシの7音ですので、ぜひこのまとまった時間がある時にやってみてください。で、形はいろいろありますね。四分音符から八分音符、タタ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 ってやるやつね、うん、それでもいいし、で吹きやすい人がいたら、まあ、それでもいいし、じゃあ普段こうやって吹いてばっかりいるから全部八分音符にするとかね、とか、まあ、アーティキュレーションもスラーでやったりとか、ティアタタティアタタとか、タティアタとか、タティアタティアとか、いろいろ変えてですね。五度圏で、まあ四度圏でやったりとか、半音階で上がっていったりとか。形で考えてやってみるっていうことがすごい大事です。テキストにいりません。これまあいろいろあるけどね、ライヒャルトとかファネルガウェルとか、もちろんこれも大事なんですけれども、まあこういう小難しいことをする前に、まずは24キーのスケールを7音吹いてみてください。うん、まあ短調は和声的単音階と旋律的単音階がありますから、はい、全部でまあ36種類になりますけれども、それをやってからこっちやっても遅くないです。はい。まあ、音大生とかね、音大受験目指してるよとか、プロになりたいよっていう人はもうもちろん言わずもがな、これもちろん今言ったこと、プラスこういうこともやらないといけないんですけれども、趣味でね、楽しまれてる方、普段は楽曲とかエチュードの調整しかスケールやらないよとか、普段は決まったフラットが3つぐらいまでかな、やらないよっていう方、時間がある時にですね、ぜひ、12期かける、まあ、2、短調と長調やってみてください。体験されてみてください。全調できます。絶対86個ありますって言ったらちょっと骨折れそうですけどね、24キーしかありませんので、
わからない人、書いてください。で、わからないよっていう人、そういう学点とか文法わからないよっていう人、いっぱいネットに落ちてます。もう正しい情報がネットに落ちてますので、それを見ながら1日1つ書く。で、それを、書いたら、服、書いて、服、書いて、服って反復してたら、まあ、覚えます。覚えます。それを時間のある時に、やっぱりやってみるっていうことが大事です。むちゃくちゃスケール練習。そして、あ、まあ、もう今日は言わないけれども、アルペジオとかね。もうそうですけども、これをやっぱり愚直に、基礎練、本当になんだ簡単な、もうすごいそんなシンプルなことかよって思うかもしれませんけれども、あ、きっと私に感謝してくれる日が訪れると思います。私も自分でそう思いますし、やっぱり本番とか、まあ日々いろんなこう仕事をする中でやっぱり、スケールアルペジオがすごく大事だなって思うことがもう年々、毎月増えてきました。まあ、瞬発努力であったり初見能力を高めるということでもつながりますし、とにかくね、スケール大事ですので、とにかく長調と短調の24期、まとまった時間があるこの時期にですね、ぜひやられてみてください。何かね、わからないことがあったら、下のコメント欄にぜひ気軽に皆さんのお声を聞かせてください。そして、私、12期、24期できますとか、やりましたっていう人はですね、ぜひコメント欄で教えてください。この動画がいいなと思ったら、仲間や友人に勧めていただけると嬉しいです。皆様のいいねやコメントが励みになっております。それではまた次回。